はい、今日も動画見ていただきありがとうございます。今日はですね、あの椅子にね、皆さん椅子にこうずっとこう座り続けてる方って多いと思うんですね。あのコロナの影響で、デスクワークがねずっとこう長くなってるっていう方って多いと思うんですけど、その時にですね、あのよくあのずっと座りつけて腰が痛いとか肩が痛いとか、あとなんかこう、まあ、特に腰痛ですよね。腰痛とか猫背とかになって、なんかこうあの立ち上がった時になんかこう腰がね痛いとか、そういう時にあのよくまあ2時間ぐらいでちょっとこう体を動かすと、この疲労がたまんなくていいよとかっていうのはあると思うんですけど、その時の目安がですねあるんですね。でそれは何かっていうと、足をねこうやってつけてた時にこう足がねこうやってあの浮いちゃう、まあつま先が浮くってことはあんまないですけど、つま先が浮くというか足がですねこうやって浮いちゃう、大体かかとがこうやって浮くっていうのは多いと思うんです。かかとがつま先浮く人ってつま先浮いてこうやってやる人はいないと思うんですね。疲れてくるとなんかね足をあの浮かせたくなるっていうのがあると思うんです。浮かせたくなる、なんか浮いちゃう、浮かせたくなる。で結構これってあの疲労のこうサインだったりするんですよね。で浮かせたくなるってことは、浮かせてるとですね、ももとかにかなり負担かかるんですよ。でその時にあのもしねそのなんかこう浮いてきちゃったなと、足がこう浮いてきちゃった時に、その時に、ね、やってもらうと結構ねあの効率がいいというか疲れがたまらないっていうね方法があるんで、ぜひですねちょっと試してもらいたいです。で足がこうやって浮いてきちゃったら、この足をですねこうしっかりつけるようなあの動作をすると、背中もこう伸びてこう楽にまた作業できるんですね。でそれを今日はお伝えしたいと思います。でまずねこうまあもし疲れてきた足かかとがねこうやって立ってきちゃったなと思ったら、まず立ってもらってですよ、立ってもらって、見えますかね、立ってもらったらですね、足、皆さん足をねちょっと見てみてください。足今ね上半あの下半身だけねこうやって映ってると思うんですけど、足のですねここにここ腰骨があるの分かります？腰骨、ここにボコッとした骨があるんです。これをですね親指先ですねこうやって押さえておきます。はい、であのこうなったりこう右左行かないようになるべくまっすぐこう押さえてみてください。でこのままですね足は肩幅にしてもらったら、まずですよ右の足だけね左の足の方に土踏まずの方にグーッとこうしてみます。この腰を押さえてみますね。でこのまま土踏まずの方にかかとをですねぐるーっとこう回してみてください。わかります？こう手だったらこうしてこうなってるような感じ。でこのままですねみぞおち見えますかね、足はこのまんまですね、ちょっとこうみぞおちをこのまま押さえてみます。で息をはーっと吐いて、みぞおちを4本で指先でこうやって押してみます。で肋骨を押さえながら鼻から息吸って、で中でねこう空気を入れるような感じで、内臓の中で空気を入れるような感じで鼻から息吸う。で元に戻す。これをね逆もやってみてください。足を、はい、肩幅にしたら腰骨を押さえますね、腰骨でまっすぐにした状態で、今度は左のつま先を近づける、かかとをぐるんと回して土踏ます、はい、で4本の指先を押さえて、で肋骨を押さえながら息吐いて、
息吐いたら肋骨を押さえながら息吸って、鼻から息吸って、で元に戻す。これをね2回ぐらいちょっと繰り返してください。見てください。もう一回やってみますね。足を肩幅で、ここに腰骨なんですけど、これを押さえたまんまで、右の足をつま先、左の足の方にやって、かかとですね、右の足のかかとを左の土踏まずで、4本の指先で肋骨の際を押さえながら息吐いて、はーで、ぐーっと押して、で、肋骨を押さえても息吸って、で中でこう息を吸うような感じで、内臓の中で、で、元に戻す。もう一回やってますよ。腰骨を押さえて、左の足を右のつま先を、で、かかとでぐーっと右のつま先のあの土踏まずの上ですね、押してみる。で、ここで4本の指先で肋骨を押さえながら息吐いて、はぁー、で、お腹を持って息吸って、で、ゆっくりね、元に戻して、ちょっとね、こう椅子にあるので椅子座ってみてください。結構ね、足がべったりつくと思います。そうするとですね、あのお尻もしっかりあの、椅子にピタッとこうつくようになりますし、背中もね楽になると思います。で、これをねちょっとあの疲れた時に足がかかとからこう浮いてきちゃった、床を浮いてきちゃったなと思ったら、こうやってみていただければいいと思います。そうすると、こうまあ、効率的にね、疲れる前にちょっとやってもらうと、あの疲れがいく分軽減しますので、ぜひね。